みーちゃん準備大丈夫？5秒前。ボイル返してください。ギター渡そう。はい、ということで皆さん、はい、こんばんは。今週もやってまいりましたね。ということで、ご縁に感謝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 。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんかあったんですか、なんですかね。なんかあったんですか。なんかあったんですね、きっとね。本物とか言われちゃってるから。ね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。似顔絵しんちゃんです。わけわかんない。似顔絵みーちゃんです。混ざってるんです。ということでですね、本日ね、めでたく第40回のね、を迎えることができありがとうございます。そして本日のゲストは、こちらに、ね、おわすわ。はい。なんと心得る。なんと心得る。心得るじゃない、心得るだね。うん、まあいいんだけどさ、ここに書いてあるね。そう、あ、読んでみる、うん、毎度おなじみ、なみちゃん、毎度おなじみ、山本美美子さんのみーちゃんでーす。それ本名だね。本名じゃない、本名は言わないだろ、うん、あ、言う、うん、あ、言うのっけ、ねぎしみきこでーす。本物はどっちだ。みーちゃんの方が本物かもしれない。あ、みーちゃんが本物ね。ねえ、うん、そうなのね。今日で3回目今日で4回目そう、しんちゃんの入れると4回目他の番組にも多数出演なさってらっしゃる、うん、大人気じゃないですか。でも一人は3回目、うん、あのさっきのね、七色さんとこ行って歌う約束もしたからね、もう、うん、行かなきゃダメだよ、あなたは。あの七色さん行きますんで、ねね、さっきね、たこ焼きも美味しくいただきましたしね、下手くそですけど、うん、美味しかったね。いい、ほんと柔らかかったね。そう、柔らかくて美味しくて、あのソースが私好み、うん、ほんとほんと美味しかった。出来たてをぜひぜひまた来てください。はい、嬉しいです。静波のココスの前にある、はい、うん、ね、七色さん、このそう、ね、七色さんね、お好み焼きと鉄板のお店、ね、あちあちね、そうですよ。ということでですね、一応だ、はい、ここにいらっしゃるので番組を進行したいと思いますが、はいはい、でまずはみーちゃん、みーちゃんって、うん、まあ、今日初めて見る人はあんま少ないかもしれないですけど一応自分でさ、プロフィール、そう、ユエレール、ユエレールだって、ユエレール、ユエールモノレールそりゃまあいいけど、プロフィールって言ってもね、はい、昭和、昭和45年6月27日生まれの53歳です。言っていいの、いい、53歳もうしょうないもんね、53歳イエーイ、すごい。こんな53歳はいますでしょうか、皆さんの周りにはね。でも、周りね、すっごい若い、みんな。瑛太くんとか、まあ、瑛太はね、まだ20、あとから瑛太も来ますんで、飛び入り参加すると思いますんで。マッチョボディの。マッチョボディの。コンテスト行ってきたばっかりの。もう、でも23歳っていうと、ピチピチだね、キューピーさん。そうだよ、23歳のピチピチさ、23歳の時、ピチピチ、ピチピチだね。23歳はね、何してた、どこにいた、兄ちゃん。23、焼津にいたな。焼津にいた、うん、結婚してなかったし。そうだよね。そう、うん、そうだよねって知らないけど、じゃあそのこと。24くらいで、うん、すっごい結婚した、あ、18で付き合ったんですよ。18で付き合った。元旦那と。はいはい。で、24で、うんうん、やっぱね、女の子だもんで、うん、すっごい結婚したかったんだけど、うん、それを乗り越えて、うん、27で結婚したかな。ほう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 。ほいで40で離婚したんだよね。そこまで言っちゃう。これで何年間 の生活だったの。もう、何年間だ。13年ぐらい。13年ぐらいか。すごいじゃん、13年ぐらい。ねえ、もうでもそれも超えちゃうけどね。超えちゃう、うん、超えちゃう、うん。まあそんな感じの人生送ってます。いいじゃないですか。でもこの今53歳ってさっきおっしゃいましたけど、この53年間の間のね、まあ足跡というか、そういろいろあると思うんですけど。
そのね、うん、足跡があるから、うん、耳跡が生まれてるという。そうなんですね。本日の芸術が爆発してるというね。本日のこの商標登録済みの。そう、耳跡。耳跡、ちょっと待ってよ。まず来てるじゃんね。出てるね、出てるね。でお名前出てて、そうだよ。なんで今生い立ち、素顔、横顔、裏顔、裏の顔って、それを今聞いてる。あ、そう、キュッフィーさん、今日私、うん、珍しくスカートなんですよ。それレアレア。見えないわ。そう、レアレア。お立ち台に立つ。見えます。見えねえよ、それだって下半身だけど。本当だ、スカートだね。そう、本当ね、今日レアアートで。今日なんでスカートできちゃったの？アートのみーちゃんを、うん、ちょっと表現しようとスカートで、はい、この前はスピーカーだったんでロックなみーちゃんで、はいはい、あの音楽で、ロックなみーちゃんでカバちゃんだったんですよ。ビー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 。やっぱその毎回毎回結構変えてるんですけど、うん、おしゃれですな。そう、毎回毎回変えて素敵ですね。そう、いいですね。でもね、キューピーさん、うん、全然気づかなかったんですよ。それはね、俺が悪いね。あの、ダメだよね。うん、あの、気づいてあげないと、やっぱダメだね。そう、男の人って気づかないよね。その気づかないことがだんだん、溝をね、うん、作って、溝を深くして、うん、そしてさっきの13年間の生活にピリオドが送られちゃうわけでしょ。あの、ほんとね、あの、うちのエイトもそうなんだけど、うん、私、顔を触るのが癖で。誰の？自分の。あ、自分のね、びっくりした。相手の顔を触っちゃうから多分手に黒いのがついて鼻触ってたんですよ。ここ真っ黒でスーパー行ってコンビニ行って家帰ってきて鏡見たらここ真っ黒で掃除買い物してたんですよ。でエータと、エータなんで教えてくんなかったのって言った。え、気のつかなかったっけ。それよりパンダをイメージしてたんでしょ、きっとね。そうそうそう、鼻のとこ黒くして。すっごい恥ずかしくないですか、それ。そりゃそうだね。、うん、それで買い物行ってたって言ったよね。そう、よくあるあるなんですけどね。みんな言わないでしょうな、よく、うん、あの人、ね、どうしたのかねって。そう、どう思われてたかしんと思うと。でもそれを言ったらさ、俺なんかこのままさ普通にカフェ入っちゃうからね。あ、普通か、それは。このだってあの、うん、何、エスパレスでこの格好でこう見て、私の個展の時に見てたんですって、うん、こうやって、うん、たらうちの社長が、うん、いや変な人気だって言って、いや早く怖い言ってくんないかなと思ってたそうなんですよ。そしたら何、こうしたら私が来て、うん、キューピーさんって言って、私の知り合いだもんね、びっくりしたっていうね。そしてそしてリクエストされちゃって、そうそうそう、そしてそれを歌っちゃったっていう。そうそうそう、ね、リクエスト曲にお答えして、うん、あの、それもご縁ですね。で、この間出ていただきましたから。そう、こしたらもう今ね、仲良し、社長と仲良し、キューピーさんね。社長にはね、あの、もっと綺麗に格好してくださいって言われるんだけどさ。目が素敵、キューピーさんって言われてませんでした？目、うん、目が素敵って言って。そうなの、うん、あの、ありがたいね、瞳が綺麗。瞳、うん、なんだっけ、目が悪い人はさ、よくね、瞳がちょっとこうキャンディーキャンディーのでかくなるというかね、もうボコってなってるってそういう話もあるんです。そうボコって。そうそう、でもほんと可愛いからね。あの、なんだっけ、眼鏡取った方が可愛いかもしれないね、うん、キューピーさん。これを取れってか、今日。それはちょっと、ちょっと断髪式や儀式やるんだ。すべてを知っているみーちゃんです。すべてをって、それ誤解されるよね。なんかね、パンツまで脱いちゃったみたいじゃんね、それじゃね。そこの温泉入っちゃったみたいじゃん。じゃあ実は、ドクタークイーン、なんだっけ、ドクタークイーン。ドクタークイーンってなんだ。なんだっけ、なんだっけ。ドラッグクイーン。あ、そうそうそう、ドラッグクイーン。新しい名称が。ドラッグクイーンを二人でやったんですよ。あれ、ドラッグクイーンなの、俺。そうそう。あ、そうなの。キューピーさん女装させたらかっこよくなっちゃったっていう。目がね、すごい綺麗なんですよ、キューピーさん。なんかその浜崎あゆみごとき。そうだ、浜崎あゆみだら、ね、素晴らしいじゃないですか。あれ楽しかった ね。それはもうありがたかったでしょ、ね、本当に。あのアバンゲールさんのおかげで、そう、違う感じのこう、うん、何メイクね、アート。そうね、それをやっぱりあれアートだよね。そう、え、でも今日の話に戻るけど、うん、開運星耳アートって何、うん、
ちゅうか私の買ってくれた人たちとかやっぱ、ね、私の買ってくれた人そう絵を買ってくれた人とか絵を買ってくれた人絵をね昔よくプレゼントしてたんですよだからやっぱねパワーがすごい、うん、あのこう伝わってきてこれ順番にご披露しましょうか私お預かりしてよろしければなんかねすごいこう、はいうんパワーが出て運気が変わるとかっていうこれね、うん、青バージョンの海なんですよ、うんうんうん、あの竜宮城をイメージしてるっていうねほうあの今回竜宮城イメージしてる今月の26日から愛画廊さんで個展開く用なんですよ、うん焼津市役所の近く の、うん、あの愛画廊さんです佐藤メガネさんの中にある中にあるあこの間しんすけちゃんも個展やって、ね、その前にあのあれあのなんだっけそうですあの彼あれ家電製品みたいなイラスト作る人あの人も出てましたもんねあそこの場所ですねそうそうそう市役所新しく建った市役所の横丁、うん、まあもともとあったけど、うん、横丁だねそうねでもね、市役所止めて大丈夫だそういいと思います、ね、市役所止めてみんな行けるねこれ青バージョンで今度、うん、これがね今度ね、うん、水の妖精をイメージこれ水の妖精そう次妖精を描いてる水の妖精水の妖精ちょっともう私のイメージなんだけどねうんあ水って字じゃんこれ、ね、そう水っていうイメージで、うん、妖精に、うん、あの気を入れてるっていうか私のイメージを入れてるっていうかそう降ってくるんですよなんとなく降ってくるそうそれで描いてるっていうねこれもそう次これが、うん、悟空をイメージした空悟空というとそう孫悟空さんの悟空さんこれそう飛んでるイメージ飛んでるイメージそうほうだから空を見ると、うん、元気出るように孫悟空をイメージして描いたっていうねほうそう孫悟空あ本当だなんか見えませんそういうふうに見え お猿さんのお顔に見えるってことでしょそう見えるなそうやって見るとでこれは、はい、金バージョンで、はい、月を描いたんですよ月ムーンこう切ない、うん、ゆらゆら光ってる月あなんか好きだなこれもそうこれは切ないゆらゆら光ってる月って優しい月をちょっと描いた、うんうん、優しい月そう次行きましょうかねそう、うん、せっかくですけどもでこれが心ポチョポチョっていうそう心やっぱ感じのそう、うん、心がやっぱ一番ね、うん、激しく燃えてないと気が元気にならないから力強い心を、うん、イメージして書いてあるほう心そうはいでこれが私が大好きな、はい、大好きなロックンロールの音楽をイメージした音、うん、音という字音っていう字ねう音楽の音でロックンロールだから派手に散ってるんですよ、うん、音が散ってロックンロールの激しさをイメージしてるというなるほどね、うん、すごいそうだ、ね、続いてでこれが、はいはい、太陽の太陽の、はい、太陽のでみんな元気になるようにね、うん、この太陽、うん、太陽ってパワーあるじゃないですかパワーある、ね、それをイメージして、うん、力強く描いてる力強く本当みんな元気になれっていう太陽の太ですね素晴らしいみんな元気になれあこれが青バージョンの星、はい、星これ星、ね、キラキラ一番星をイメージして綺麗な星をイメージして描いたっていうねおおそう星すごいなそう星そうなんかねそれぞれ思いがある、うん、これはね、はい、鶴なんですよ鶴、はい、これはね鶴の恩返しのイメージだからちょっとか弱くこうちょっと怖くか弱く恩返しっぽい感じで描いてるんですうん、はい、でこれはねもう金運アップ金運アップこれ金あこれ、ね、絶対もうお金が入ってくるような勢い感じますねこれは大事よみんな、うん、皆様金お金が跳ね返ってくるように跳ねてるんですよ、うん、金がそう金が跳ねて素晴らしい、ね、でこれは福来たるの福、はい、福もくるくる回ってるから、うん、回って自分のところに戻ってくるから、うん、こう丸調で書いてるんです福おくるくる回るようにくるくる回るように福が返ってくるようにこれはね結び、はい、結ぶ縁が結びますようにとか縁結びの結びで
なんとなくこう一本で描かれてる、うん、描かれてるようにくっついてるんです、うんほううん、結び本当だね、うん、すごいねこれはね、はい、亀鶴亀の亀縁起物をイメージして鶴亀の亀こうもうか、亀に見えません？亀に見える見てると見える亀って漢字にも見えるし亀のそう亀にも見える俯瞰で見た感じってことでしょ？そうでねこの私の跡ってやっぱ日に、うん、自分の気分で見え方が変わってくんですよ、うんまあ、自分の家に飾ってあるのもそうなんだけど、はい、だからねこう生きる文字って言ってもいいかなっていうようにね、うん、思います本当に文字にだから命を吹き込んでるわけでしょやっぱ自分の感覚で見る日によって違うっていうね、うんうん、生きる文字っていう感じのね感じで、ね、でキューピーさん、うんはいはいこれね、うん、どれがわかるかな、うんはい、どれがいいかこれ、うん、ちょっと、うん、これがいいか、はい、それをあの墨じゃないんですよみんなわかりますかこの浮き出てるやつこれね画像とか写真だと、うん、ほんと伝わんないんですよこのパワーあのほんと生で見てもらうと、うん、あのゴムと私が考えた技法でそれを混ぜて描いてるんですねはいはいはい、はい、そうでもね本当ね生で見ていただけると、はい、すごいパワーを感じると思いますこれは絶対アイガローさんに足を運んでみないとパワーが伝わってこないとで今日持ってこなかったんですけど、うん、こんくらいでっかいやつ、はいはい、それも8点くらいかなある、うん、あの持ってくつもりでいますんですごい本当ね字の勢いを感じて、うん、あのパワーをね吸収して帰ってもらいたいなと思いますみーちゃんの元気パワーね重いっていうかそれ何いっぱいじゃみーちゃんのお家にはさ、うん、それがたくさん飾られてんのそう自分の気に自分よあのね自分が書いて、うん、おわめっちゃいいっていうなるんですよそれは販売済みっていうと、うん、は何売約済みのシール貼っちゃって、うん、自分用に取ってあるのがあるんです、うん、なるほどさあすでにもうそういうもうパワースポットじゃん家がそうなんでそのパワースポットに、うん、今度ジムをね、うん作るだらそう息子さんがお坊ちゃまがこの間出てくれた絵本当ね物件もね、うん、不動産屋さんがすごい親切で、うんうんすごいいろいろ見せてくれたんですけど、うん、やっぱ駐車場が2台しか止めれないとかあとちょっと狭いとか、うん、広すぎるとかで、うんうん、ちょっとねこう想像ちょっとねあれだったんですけどだったらエイタのために建てた家だからエイタのために使おうと、うん、実家は1階をね自宅1階を、うん、エイタのパーソナルジムにしちゃうことにしましたおおすごいすごいね。じゃあ今それ準備中？そう準備中。いつだっけか。来年の2月。来年の2月にオープン予定。うん、オープン予定。で、その準備をして、うんうん、忙しい中を今日は時間を調整して、うん、駆けつけてくれた瑛太さん。瑛太さん。瑛太さん。瑛太さんの椅子用意してない。瑛太さんの椅子用意してないから。ごめんなさい。セルフありがとうございます。ちょっとお母様こっちへちょっと寄ってて。で、瑛太さん。こちらにお越しいただきどうぞ、うん、壊してるそしていらっしゃいませ、はい、こんにちはエイタですカメラを、ね、見てくださいねあ、はい、こんにちは、うん、これはでしょ大会に出られたあ大会はい先週に大会ですごい迫力あってねすごい本当東京、うん、東京ってすごい何すごいレベルが高かった ね初めてのカテゴリーの大会だったんでで終わったらね美味しいの食べようねって言ってたら、うん、結局ローソンしかやってなくて東京行って私ローソン弁当食べてきただけっていうそうですね意外とでもそんな甘いもんが美味しかったですね、うん、それでその後浅草行ってね、うん、いろいろ日曜日ね卒業日に行って食べまくって、うん、って感じめっちゃ緊張してるよね緊張はしない何話してるそれこそ2月、はい、何日か決まってます
あ、何日が決まってない。いい日を選んで、ね。そうですね。じゃあ2月にみーちゃんと、あ、今エイトさん一緒に住んでらっしゃる？あ、一緒に住んでます。ご自宅の方でパーソナルジムをオープンなさるということで、はい、準備中ということで。ね、あの本当ね、皆さんよろしくお願いいたします。あの自宅ならではのこうアットホームなね、あの本当ね、他とは違うパーソナルジムをあのエータ中心にやっていきたいと思いますんで、はい、ね、よろしくお願いいたします。はい、ということですね。あの残り5分になっちゃった。そう、私ね、今日の目的はね、あのあのこれじゃないの、これを言いたいっけ、だっけ、あの、うん、耳アートの、うん、はい、あの本当みんなにね発信したいなと思ってるのが、はい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 、耳アートの、 あの誕生のきっかけ、うん、でそれって、うん、あの本当ね、当たり前のことが当たり前じゃないことをやると道が開けるよっていう意味も込めて、うん、墨じゃなくて、当たり前の墨じゃなくってゴムでも、うん、もうアートができちゃったよっていうところの発信で、やっぱコロナの時期にやっぱ仕事がなくなっちゃって、なくなっちゃった人とか人生暗くなっちゃった人とかいたじゃないですか。その時になんか当たり前でこうめげるんだけじゃなくって、発想の展開でまた次のステップに進んでほしいなって私すごい思ってたんですよ。でその時に SDGs がね結構流行ってる時に、じゃあ SDGs ね、そうそうそう、いい話なのに、時にあの例えば紙はいいけど、じゃあプラスチックとかそういう会社に勤めてる人は苦しくなっちゃって、また生きね、あの生活なんとかなっちゃうのかなと思った時に、その思いとその当たり前の思いが交わさせて、じゃあゴムでやっちゃおうってなったんですよ。そうそう、そういうことがあって、当たり前のことだけじゃなくって、一歩発想を変えると新しい人生がこう生まれるよっていうところの発信が耳アートで、エータの今度やるジムがリチェンジっていう名前なんですよ、うん、ね、うん、そうです。それもあの体が健康でね、こう自分の体が変わっていくと新しい自分が生まれていくよっていうところで、人生をこう再チャレンジしていくように、この子もね体の方でリチェンジっていうあのジム名をつけてやっていくっていうね、あの本当ね、あのこうやっぱみんなに来てもらって、新しい自分探しをアートでもいいし、エイタのジムでもいいし、あのやっていってこの森あのこうねやっていけたらいいなっていうところで、あの来年から2人で動きますんで、はい、ね、よろしくお願いしたいと思います。なんか真面目になっちゃった。いやいや真面目になっちゃった、もう時間来ちゃったからさ最後にもう一回あのね、あれだけ言っとこう、うん、今回の焼津市役所の横っちょで、あ、そうそうそう、やるだよっていう、ね、やるだよ、砂糖メガネさ、これだね、そう、これだけ出してさ、はい、お話を、はい、してください最後、はい、うん、10月26日から31日、焼津市役所の近くの砂糖メガネ内のアイガローさんで、耳アート、あ、開運耳アート個展を開きますんで、皆さんあの私に会いに来てください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。10時から15時まで、はい、基本的にはそうで、私がいるのがね10時から15時くらいまでになっちゃうんですよ。でまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうそろそろお時間だね。なんか言い残してない？あ、しますか。言い残してればせっかくだから。あ、まあ、誰でも、トレーニングとか、あと体動きやすいようなジムにしようと思ってるんで、ぜひ気になってる方々来てもらえれば嬉しいです。はい。まあ、またね、あのオープンの前にもう一回また出ていただいて、うん、まあ、その時にねまた宣伝してもらえればと思いますので、ね、はい、ぜひね皆さん、あの親子。親子ともともと私別に関係ないんだけど、私俺見るとおかしいからさ、じゃあ私ね、おかしいから、マスクしてると、うん、あの彼女とか言われちゃう時ある、お姉さんとか
で、うん、親子って言うとみんな、うん、えーって言うんですよ、うん、俺やだって嫌に決まってるじゃん照れるよね、そ れ, そ, う そ, うそれは照れくさいわ、ね、うん、まあ、そんな親子です、ね、そうですね、そうです、それはそうだということでですね、ということですね、海音耳跡ね、アーティスト、タイムマシーンに乗って、そして、推しとくのエイタさん、ね、はい、2月にオープンするので、ね、自分楽しみでございます。またね、お会いしたいという、はい、ということで、この後はですね、戻っちゃうのデブ巻きなんちゃうね、第4回でした。ハロハロ、僕が見えています、ハロハロ、そうさんと、よろしくお願いいたしますね。はい、よろしくお願いします。